パワーをもらって帰ってくれてたら嬉しいです。かわいい？ちょっとリップ塗るから待ってね。最近はね、もう唇のね、上唇がね、あのね、薄いのがね、本当に悩みでね。リップのこういうリップペンシルみたいなやつを買おうか悩んでます。てかね、アイラインがなくなっちゃったから買わなきゃ。ねえ、こんばんは。どうですか今日は。どうですか。後ろこんな感じ。汚くないかな。見える。いつも可愛いですが、髪型のおかげでいつも以上に可愛いです。だって、ありがとう。みんな今日の髪型好きね。お団子。影穴で巻いて、幕開いて、髪型で巻いて、あ、そう、今日影穴でした。みんな気づいたかな。声で分かった。分かるものですか。分かるものなのかしら。あー、HKさん、タマありがとうございます。そして公演もありがとうございました。あ、劇場公演最高でした。あゆみ可愛かったです。だって、あ、お話し会のさ、サイン持ってきてくれたよね。ありがとう。うんうん。って言うといいって某ショールームで予習しました。何が髪型のおかげでってやつそうなの。公演お疲れ様&主演おめでとう。あ、なんか声枯れてきた。ありがとう。今日さ、なんか主演おめでとうっていうさ、紙とかうちわとかか、こういうボードとか持ってきてくれてる方何人かいて嬉しかったです。ありがとうね。なんかやっぱ公演マジでさ、いいですよね。ほんと劇場公演来たことない人ね、なんかなんだろう、遠くて行けないとかじゃなくて、近いけど行くか悩んでるみたいな人がいたらね、ほんと来てほしい。そう、そんなこと言ってちょっと行っちゃう後ろの席とかだったらマジでそれはごめんなさいなんですけどほんとね、来てほしい。ちょっと巻きが取れちゃったね。だいぶアイメイク可愛すぎ。ねえねえ、今日いつもより濃いの分かる？アイメイクいつもより濃いの。ビンゴ優勝して後ろになってしまったけど、あやみんのおかげで楽しかったです。あ、よかった。そう、私のねファンの方は後ろでも楽しませるよ。序盤3曲しか勝たん。ねえ、分かる？私もね、オープニング好き。オープニングが一番好きかも、リセット。劇場公演のビンゴ待ちが一番緊張する。そうだよね。アイメイクしっかりめなの好き。本当？今日しっかりめにしたの。やっぱしっかりめの方がいいってことに気づいた。どっちも好きな場合は、今日はとかよりとか言わず、ちゃんと両方褒めると良き的な話聞きました。わー、素敵。そうですよ、本当にいや、何でも嬉しいけど、洗濯物たちとか、リセットも好きだし、彼女になれますかが一番好きかな。分かんないけど、うん、なんかさ、いい、あのさ、村山チーム4さんがさ、外のイベント出てたじゃないですか、8人だけど、いいなーって思った。めっちゃ
まあ今日は公演楽しかったのでいいんですけど。彼女になれますかのダンスめっちゃ可愛くて好き。可愛いよね。お弁当とかさ、機械とか彼女になれますか可愛い。HKさん主演おめでとうと公演のタワーありがとうございます。はいチーズありがとう。次のチーム4の公演何やるか気になりすぎてね。ね、本当にさ、この上唇ないのどうにかならないのっていうのをさ、エリーちゃんに言ったらさ、え、それがいいんじゃんって言われたけど、やっぱないものねだりだよね、人って。今日はね、メイク動画をね、一部忘れちゃってね、ランちゃん貸してくれました。ありがとうランちゃん、助かった。しかもさ、その貸してくれたメイク道具めっちゃ可愛かったんだよね。あやみちゃんのオケラかっこよかったって嬉しい。恥ずかしい、なんか改めて想像したら改めてみんなに見られてるの想像したら、あ、オケラはそんなことないかオケラは恥ずかしいも何もなかった、毒グモだった、うん、いつも毒グモ最高なんだけど今日の毒グモは鳥肌立ってよ、かっこよかったって、嬉しい。今日はね、過去のというかチーム K の一番最初の普通にレッスン映像のを見てて、そう、まこさんをずっと今日はいっぱい見てから挑んだんですよ。あ、ここ真似してようかなとか考えながら、まあ上手にというか、まこさんみたいには慣れはしませんが意識をしました。今日はね、もうオケラもドクグモも、オケラってさ、マジで長くないですか、もうあと何回ここ踊るのみたいな、マジオケラ疲れる。チーム検査のダンスって迫力あってうわーってなる、嬉しい。でも私もね、踊っててね、なんかやっぱ負けたくないっていうか、勝負してるわけじゃないけど、やっぱ隣にいるメンバーとか前にいるメンバー、後ろにいるメンバーがみんな全力だから、なんだろう全力だから負けないように頑張んなきゃって、自分も全力で頑張んなきゃって思えるから、マジでそれが軽公演の本当に好きなとこかな。お団子にお耳かわいい毒グモのソロパートしっかりと声出てボイトリの成果だね。嬉しい、本当ですか、ならよかった。なんかさ、オンデマンドってさ、ちょっとさ、歌がさ、なんかちょっとさ、ヘタピに聞こえない。え、やっぱりまこさんっぽさ感じてうんとなったね。本当に言ってますかね、だとしたら本当に嬉しいあのね、真似したところは、いや、まあ恥ずかしいから言うのやめよう。なんかね、今ここではできないけど、あのね、真似したところあるの普段はバブミあるのに、ドクグモの時覚醒するのビビる。ほんと、ほんと、まこさん、ほんとに私本気にしちゃうからね。公演お疲れ様でした、ありがとうどうしてもあとちょっとなんだって考えちゃう。わかるよ、私もなんか歌ってる、引っ越しましたとかもさ、なんかわーって感じちゃうし、なんか楽屋とかでもみんなで、もうこれもあとな、最後だねとかいう話をします。そう、私はさ、飛び立つ身なので心の端のソファーのあやみが好き。あー、嬉しい、私も好き、いい歌だよね。
まこちゃん推しだったけど、それを現神推しのやみが ありがとうございます。やってくれるの嬉しい。そのあのまこさんとは程遠いですが、そう会いたい、まこさんに会いたい、本当に会いたい、連絡しようかなって思ってます。3月に会いたいな。4月になったら多分忙しくなっちゃうので、バブじゃないですこんばんは、こんばんは。エミずっとニコニコしててレスくれるからこっちもニコニコしちゃうだって。本当そう、うちわとか嬉しくってね、いっぱい目合わせちゃいます。今日はね、ほんとね、どこ見るか迷っちゃった。いっぱいみんな行ったから上手にも真ん中にもセンターブロックにも下手にも、だから下手はね多分一人で、あとは普通にうちは持ってない方でなんかすごい見てくれる方々がいたから見ましたけど、下手は確か一人とかだったから、うちは持ってる方は独占できたんじゃないでしょうか、私のこと今日めっちゃ素敵です、だってありがとうめぐみパンチで倒れる16期3人もいます今日ユイに見えるのは気のせい。嬉しい。前もね、メンバーに、でも目元なんですよね、多分私がちょっと似てるのって言われて嬉しかった。全然違うけど、今のチーム系大好きだからもうすぐ終わっちゃうのすごく悲しいですね。私も悲しい。彼女になれますかな、ニコニコ笑顔からの夢の鐘でのキリッとした表情にキュンくるくるしてました、センターブロック違う、引っ越しましたのあやみのソロのところ、メンバーみんなが温かくあやみ見ててほっこりしたなんか私知らなかったんですよ、普通にメンバーが見てるっていうの。だけどさ、多分さ、1サビは確かそのひななさんがこうやって歌って出てくるところ、みんなこうやって回ってるんですよ、上下でなんかこう円になってね回るんですけど、多分2番は回る振りとかないよね確か。そうなんかライブ前の MC でコミさんとかひななさんに、あそこ歌ってるあやみ見ると成長したなって思ってうるっとするって言われて、見てたんだって思いました今日劇場行きましたってありがとうございます。可愛い逆転王子様も髪振り乱してる、髪振り乱してるオケラも良かったって、嬉しい、ありがとう。めぐみんとわちゃわちゃ楽しそうだったな、あれかな、パズル、中層パズルかな。今日ちょっと垂れ目要素強めな気が、本当どうなんだろう。でもなんかこのさ、ここでギュッて髪の毛が引っ張られるからめっちゃ釣り目になるんですよ、こうやってね、こう今自分で上げてるけど、ギュッて上げられるからこう目が釣るので、ちょっとアイラインもいつもより下に引いたつもりだけど、そんな違いはないかな、わかんない、どうなんだろう。うん、ところでチームいつ変わるのね、私もわかりません、わかるかもしれないけどわからないかもしれない。今までで一番いい席だ、ゆみちゃん見れて嬉しかったね、いい席だったね、ありがとう。新チーム楽しみだけど小宮山県見れなくなるの悲しいだけ、あね、わかる、私も複雑な気持ち。おりんちゃんの長台詞めっちゃ見てたの、よかったVR 頑張れって気持ちで見てました。あんな長い台詞ね、大変だよ。あ、下手だった、エミン逆が多くて失敗したと思ったけど逆に独占でラッキーだったってことかな。ね、ありがとう。そうなの、下手はね、オープニングだとね、ウッホ以外マジで下手行かないんですよ。ウッホも本当にちょっとだし、そう、下手ね、あんまし行かないの。だけどだからこそ下手にいた時はね、すごい目当て嬉しかったです。歌割りじゃない時にも結構あやみんって口ずさんでて可愛いんだよな。あれ口ずさんじゃってた。
前の人が闇うちわ持ってたからレスもらってた気になってたのでなんかすいません。引っ越しましたね。かなちゃんと目が合うとこがオンデマ抜かれてて二人とも笑顔なんだけど許せなくなりましたこうやってやっとくかな。かなちゃんが泣かないでよ今日はって言ってきたので泣きませんって言って、だからいつもより実際泣いてなかったんですけど、いつもよりとびっきりの笑顔で目を合わせました。あーもうあれもなくなっちゃうのか、やだな。マジでやだ。髪型かわいいって言ってありがとう。深めの赤のリップ似合ってる。綺麗。あ、そうさっき塗りました大丈夫ですか、ちょっと濃いかな、平気。彼女になりますかの2番永遠に似てたいのでそういつも髪手にひょんって顔出してね、いつもかわかんないけど髪手に顔出して、髪手に自分のファンの方がいるって分かった時は髪手に出してます顔ごめんなさいね。下手はめぐみの釣り堀だからね。下手多いってこと、めぐみそうなの、最高じゃん。うん、タワー来てる。あ、陽一さん、タワーありがとうございます、嬉しい。サイラのリップかわいいしっかり似合ってる。うん、かわいいし似合ってるから余裕。ほんとよかった釣り堀っておもろい。今日はどんだけ釣れたとか言い方悪いですね。どのくらいお釣りになられたのかな。かわいいなぁ、押そうかなぁ、だって押してください、押して、試しに押してみてはいかがですか。きっと後悔しないと思うので覚えてる、ごめんね。おりんちゃんとの絡みがあるとうちはくるくるが忙しい。おいおいおい辛い。でもさ、めっちゃ潔かった、潔いっていうの、潔かったですよ。だって私がさ普通にレス送ってる誰もくるって書いてたもんそういうのいいと思いますよ。くるって書いてたっていうか2枚をこう持ってたんだよね。そう、皆さん、はい、くるくるするなら2枚持ってください。わかりますか ?1 枚でこうやってくるくるするくらいなら2枚持ってください。よろしくお願いします。釣られてもきっと幸せだから失礼じゃなさそうな。そっか。ちょっと言い方があれかなと思って。あ、そうだ、みんな。あのさ、私あれ参加したんですよ。AKB の歌。AKB48 の歌参加したので。ぜひ投票してくださいって言っても私なんかわかんないんですけど、参加してみてください皆さん、よろしくです。エミのスタイルの良さにビビりました。嬉しい。でもなんか今日スクショを見たらなんかいつもとちょっとお腹が違ってあ、やばいなって思いました。そう、体重計乗ってない。まだメイク落としてない。もちろん後編終わって帰ってきてショールームするために落としてないから。投票したいだったみんなどれか私か分かりますか。何も私は言えませんが、私のタイムラインではセブンティーンの人が話題です。え、そうなん、そうなんだ、何も言えないけど。セブンティーンね、いいよね。そう、7日までです。これかなってやつが3つあるうちどれかだと。あ、そうなの。ヒント、曲の最初の文字と後ろの文字教えてください。それヒントじゃないが短いよね。他のメンバーがどの曲かは知ってる。今日ね、帰り道ランちゃんと話してて、ランちゃんの書いた曲は知ってますよ。
でもそれ以外は知らない。そう、全くそういう話しなかった、してないからさ。てかそれがさ、確か22日締め切りとかだったじゃないですか、メンバーが。だからさ、めっちゃ短かったのよ。私20日にさ舞台終わってさ、だったからマジでさ、セブンティーンのさ2番のサビでさ、後ろに後ろ向いてハート書く振り考えた人にさ、ほんとお礼言いたい。そう、全メンバーじゃないの、なんか立候補生どういたしまして。あ、見つかったわ。はい、よいちさん、タワーありがとう。ありがとうございます。中旬に一番好きな曲に投票しました。うん、それもいいと思う。いいなって思った曲に。そう、あれさ、匿名ではあるけど参加メンバーは一応出てるんですよ。私も参加したので。でもさ、なんかみんなのさチラッと読んだんですけど、マジレベル高すぎて私の絶対ゼロ票だと思うって思ってます。今でも君が一番いいね。 AKB 見てると素敵なこと起きるから、きっかけの人にお礼言ってもらいたくなる気持ちめっちゃわかりますそうよね。出して、私はどれを選んだでしょう。なんか被ってる曲もありましたよね、いくつか。被ってる曲もあった気がする。まあでもそれは被るよね、ちょっとぐらい。ハイスクールデイズ、私も見たね。え、彼女になりますか多かった。かぶってるとどうな、いや多分普通に選ばれた、あの何、あらすじのやつが選ばれるんじゃない。でもさ、あ、わかんない、同じ曲は同じ曲でも書く人によって変わるのかな、ちょっとあらすじとか。選ばれたやつが選ばれる、それはそう、それね。そっか、あらすじあるから合算しないですね。はずい、大丈夫よ、わかんなくなるよね。そうだから、あのみんな投票してねってことです。私のがどれかわからないので、どれとも言えません、言えませんが、参加してください。気になるやつが何個もあって選べないでいる。え、ね、全部いいか、よかったよね、すごい。まだ見てないけど全部。なんかさ、ポニョ見たい、今すごいポニョ見たい気分。わかんなんでかわかんないけど、ねえ、秋元先生すごいよね。ヒントは教えられません、ダメです。3行ぐらいのあらすじだけのは投票してる。あ、そんなのもあったんだ。ポーニャポーニャポーニャ魚の子。ジブリっていいよね。なんかさ、ジブリってさ、すごい異世界に行ける感じがさ、 めっちゃ好き。見ててなんか異世、なんかさ、どの映画もそうだけどさ、なんかジブリっていいよね。
10人いれば10通りの歌詞解釈があるって昔聞いたことあるし、同じ曲で複数メンバーのあらすじ比べるの面白そうね。確かに同じ曲で比べるの面白そう。確かに私もそれ見てみよう。同じ曲でね違いが出て面白そう。結論まで書かないタイプのやつずるいなとなってる。気になるやん。確かに私書いたっけ結末。どうだったっけな。でも書いてない人が結構ほとんどだったよね。そんなことないかな。千と千尋が好き。王道よね。私も好き。ラピュタ、天空の城のラピュタ。ラピュタ見たことない。見てみたい。投票ってどこでするの。あ、私のツイッターに URL じゃないや、引用リツイートしたので、そこにメールを送ったら、メールアドレスを入れたらメールが送られてくるので投票できます。そう、めっちゃ簡単。文字数制限なかったよ。たださ、どんくらい詳しく書いたらいいのかとか分からなくて、まあ、でもなんか、うん、笑顔が素敵ですよね。私？さあ、なんでしょう。ジブリは見ないと心に決めた。え、なんで？いいのに、ジブリめっちゃいいよ。てか、もうすぐでドラえもん映画公開するよ。めっちゃ楽しみなんだ。あ、せっかくさ可愛い髪型してもらったから、こんくらい離れた方が見えるねと思ったけど、文字読むのにすごい目使うわこれ。名前が名前だから中学の体育の先生によくトトロのメイちゃんってなんだろう、指さされてた。なんだろうメイだからね。確かにこんくらい。アドレス持ってる数だけ投票できるのか。確かにそういうことっちゃ投票、うん、そういうことですね。今日は睡魔に負けてしまったので寝ます。あやみ、おやすみなさい。ゆっくり寝てね。あやみの可愛い笑顔を見ると土地上げたくなる。ください、こんくらいください。そうですよ、好きですだって。ありがとうございます。あらすじあるの知らなくて曲だけで投票してしまいました。あらすじを、そう、ドラマ化するっていうやつなんですよ。メンバーがあらすじを考えて。トゥーゴーは消えちゃうと思うな。そうなの。ピースケのやつ初めて見に行った思い出。あ、私も初めてのドラえもん映画ピースケです。今日ももぎちゃんがスカートかな、スカートの中見せてきてた。そう、いつもあそこ中見、え、もうさ、あと何回出れるのかな。本当になんかもう全部が悲しいわ、寂しいわ。もぎさんとはね、いっぱい目を合わせるところあるんですよね。ホワイトデーもそうだし、ホワイトデー、ソファー、ミステイクぐらいかな。多いよね。でもたった3分ちょいの歌詞なのにドラマにできるってすごいよね。ねえ、竹本先生すごい。たまに配信中にやるその口すぼめるやつのファンです。好き、ほんと変顔なのに。もぎさんのセクハラの時キャーってガッツリ言っててくさ見えてました。キャーって言いました。なんか悲しいのか嬉しいのか。チームが終わることは悲しいですよ。だから次のチームも楽しみっていう気持ちもあります。すごい今日もね、なんかチーム4
いいチームになりそうっていう話を楽屋でしてて、なんだか嬉しくなりました。私もチーム4なのでね。あ、そうだ、あとね、3月3日は、3月3日というかもう年じゃない、日をまたいで4日になるんですけど、めぐさんとアベマ TV さんに出させてもらうので、ぜひ見てください。ゆいりちゃんと一緒のチームになるのは楽しみ。そう、私もほんと楽しみ、マジで楽しみ。ゆいりさん、なるさん、めぐさん、みゆさんとか、めちゃほんとほんと楽しみですね。マジでダンスゴリッゴリに踊れる先輩いるからちょっとやばい、頑張ります。エイミが K になくなっちゃうの悲しみ、優しい、そんなこと言ってくれるの。でもなんか今日 K からいなくなる人少ないじゃないですか。でも K の中でも特にいい子たちが違うチームに行ってくれるからよかったって話しててめっちゃおもろかった。そう、なんかよそにさ子供を送り出すみたいなさあの感じで話しててすごい面白かったです。あれ時間遅くて大変そうな、そうだから皆さんね見れないと思うんですけど頑張ってきます。スポーツのお仕事たくさんしたいから嬉しい。この前 DDT さんの試合見させていただいて、で3日の日にそう出るので、うん、よそに出してますがしくない形でもなんかさ今日もみんなね楽屋で本当になんかしょうもないことで騒いでて、終わってからもね、終わってからですよ、公演が終わってからもうキャッキャッキャッキャしてて、なんか誰かが変なこと言ったらそれに笑ってみたいな、もうこれ拾ってくれる人もいなくなるんだよみたいな、みんなで言ってて、いやそもそもこれ変なこと言う人がまずいないでしょうってそういう話をしてて、なんか仲いいなって思いました。まあでもどこのチームもさ、やっぱ今日もさ村山チーム4が外のイベント出ててさ、みんながやっぱ村山チーム4ほんと最高ってさツイートしてるの見てさ、やっぱそれ4年もやってたらみんな自分のチームがね最高で大好きなチームになるよなと思ってね、だからこそみんなさ悲しいよね、やっぱ組閣はね。DDT は幅が広いから新日と全然違うでしょ。全然違いました。なんか新日本プロレスさんは結構なんだろう、団体同士でもうバチバチっていうか、なんかもう試合の時とかはさそんな感じだったけど、DDT さんはなんかあんまりそんな感じしなかった。です、どうなんだろう、その時だけかもしれないけど、でも本当にあの知識が浅いので、浅いというかこの前初めて見させていただいて、これから DDT さんを知っていこうっていう感じなので、そう、ゆあやみんコンビの写真撮ったかった。ゆあやみんいいね、ゆあやみん、ゆあやみんってさほとんど私じゃない、大丈夫。そう、今日一緒にオンデマコメント撮ったの。おりんちゃんの滑り具合は A で誰が処理してくれるのか。そうだからもうそれも A だとやらないじゃない、やらない、やらないだろうねっていう話をしてた。森さんの球拾える範囲の広さよ。あ、何？ボケを拾えるってこと？あーもう森さんの面白いのもなくなっちゃうのかな。クラス外よりも長い期間一緒、そう中学3年間とか高校3年間よりも長いんだよ。そう考えたらすごいよね。ちょっと本当にね、モースさん
現チームでしませんか、最後に何か。新チーム A レッスン静かで笑い声すら出せないって言ってたよ。あーなんか今日その話になった気がする。コミさん、なんか千織さんとコミさんしか喋ってなかったみたいな。新チーム A って考えるとね、ほうは割と、虫の話からのカナブンは思わず吹きました。え、何それ、私 MC 出てなかったか、多分。確かにりんちゃんも A で慣れてきたらって感じかな。前野球やってたよね。そう、 K で前野球やりました。鼻赤い、寒かったからかな。チーム対抗でクイズ大会とかやってほしい。あやみ頭いいし、チーム決勝、私頭良くないですけど、もうクイズ大会とかも超楽しそう。もう本当に現チームでなんかしたい。運動会、やっぱ運動会しましょう。そう、りんちゃんは A では猫かぶってるって、こみさん情報。あ、そうなんだ。でも静かって聞きました、レッスン静かだったって。りんちゃん楽屋でも寒いの？え、楽屋はどうだ。でも楽屋は結構みんなでワッキャ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 してる感じだから、そんなおりんちゃんが一人でボケたりしてるとかいう感じではない。団結キャンプね、えもうそんなんさ本当に楽しくてさ、多分寝れない前日。超楽しそうそれ。ネグミンがサソリを食べてから公園。え、どういうこと？口の中に虫の味が、虫つながりでカナブンに話をした。あ、そういうことね。あやみも滑るんですか？私はあのモギさんとかおりんちゃんがとかランちゃんとかひななさんがなんか面白いことを言って、それを見て笑ってます。キャッキャキャッキャ。うん、外で遊んでるクラスチーム系を眺めて、コミンさんがみんな勉強してるクラス A の窓から外で遊んでるクラス K を眺めて、私も遊びたいなって思う感じです。何それ、かわいい。コミンさん、カナちゃんが私はカナブンじゃない、ひらがなだから。おもろい、何それ。あ、そう、かなちゃんの三つ編み決めました。なんか髪型どうしようどうしようってめっちゃ迷ってて、で、あやみちゃん何するって言われて、私はこれかこれだよって言って、どうしようって悩んでたから、なんか三つ編みいいじゃんって言って三つ編み提案しました。そう、一緒にやろうって思ったんだけど、私マジ最近三つ編みしかしてないから、違う髪型もしなきゃと思って、そう、本当はね一緒にやりたかった、お揃いでだけど、そう、三つ編みめっちゃしてるから。かなちゃんももうすぐですね。ねえ。うん、似合ってた。その髪型めっちゃ可愛いよ。ほんと？お団子、ハーフお団子。可愛いよね、これ。なんかさ、今日いたメイクさん2人ともどっちもよくお話しするメイクさんですごい好きなんですけど、なんかいつも可愛いって言ってくれるんですよ。でも私がいつもそれにあはみたいな感じで反応するから、いや、あゆみちゃんダメ、可愛いって褒めたらすぐ照れちゃうからって言って、いつもそのくだりをするんですけど、そう、今日いた1人のメイクさんはなんか一番最初に入ってきた時にすごい可愛くて美人って思って、名前を一番最初に覚えたよって言ってくださって、もう一人のメンバーさん、メンバーさんじゃないメイクさんは
顔が可愛いって、なんかそのメイクさんが推しメンが何人かいるらしくて、このそう丸々さん選抜、そのメイクさん選抜に入ってる、今はもう入ってるか分かんないけど前は入ってるらしくて嬉しかったです。本当にね話しやすくて、そう、その今日いた一人のメイクさんが猫耳つけてほしいって言ってこの前ね、そう話した猫耳の髪飾りをつけてくれました。えみちゃん大好きありがとう、えみちゃん大好きありがとう、こんばんは、こんばんは、メイクさんたらしあやび、え私がってこと？それをみんな好きですよ、おされさんマジで素敵なメイクさんしかいないから、めっちゃ可愛くしてくださるんですもん、やっほやっほー嬉しいですよね。デモテじゃないですあゆみさんやばいくらい美人嬉しいやばいくらい本当ですか、やばいくらい美人ってめっちゃ言ってくれるじゃないですか、嬉しい、かわいい、ありがとう、あゆみちゃん大好きありがとう、メイクさん納得してくれた、舞台の経過はもうすぐ始まる、いやまだまだだね、4月末だからさ本番が、だいたい稽古っていつも1ヶ月ぐらい前だから、多分4月頭ぐらいからと思います。いつも可愛いけど今日めっちゃ可愛い、ねえみんな誘いって言ってくれるじゃん、何この髪型そんなに好き、メイクさんに伝えとくね、今月はもう超えれないかな、いやもうちょっとあると思う、舞台楽しみありがとう、今日もね私のうちわじゃない他のメンバーのうちわ持ってる方とかが舞台おめでとうって言ってくれて嬉しかったです、アイラブかな T シャツどうでしたかって最高でした、お団子ください、えい、今日の子一番可愛かったよありがとう、みんなの中で一番可愛く映ってたらそれで十分だ、アイメイクね、いつもと違うことはないんだけど、なんかちょっと濃くしてしようって意識しただけで使ってるメイク道具とかは一緒なんですよ、なんでだろうね、むしろ自分的にはなんか濃くできないなーって思ってたぐらいです、なんでだろう、下まつげしっかりつけてるからかな、なんでだろう、アイメイクいつもと一緒なんだけどね、毎日可愛いが更新される可愛い推しメンですのよ、だってありがとう嬉しい、フェナーさんとコラボ配信希望です、そんな私でよければ全然いつでも、ずっと可愛いありがとう、いつかエミもさきちゃんみたいに3日間の稽古でなんだろう、愛き出てるか、いや私はそこまでいやならないです、リップかわいい、これトランちゃんね、ちょっとリップを借りました、今日の公演行きました、ありがとうございます、行きましたがスタイルもいいしお顔も綺麗で目を惹かれました、だって、嬉しい、ありがとうございます、カベルネさん、カベルネさんありがとう、嬉しい、よかったらなんか覚えててください本当に今日の劇場アンケート書いたよ、ありがとうみんな
劇場券と来てくださった方も書いてください。今日の劇場券と書いたよ。 K 唯一の美味しい研究生のくだり面白かった。そう、数ヶ月のね、エミマジでここ1年ぐらいでめっちゃ可愛くなった。本当に自分では全くだわ。ねえ、ディズニー行きたいって今日もずっと楽屋でみんなで話してたの。行きたいよねって。なんかさ、ディズニーってなんでさ、ねえ、行っても行ってもさ行きたくなるよね。何を言ってんだ。見ないで、工事してるんだから見ないで。顔ね、ちょっとでもちっちゃくない。これはここにこう埋め込みたいよね、このシェイ影を。ここにこのままおいしょおいしょおいしょ。劇場アンケートに中田真由美ちゃんが好きって書きたい。どうぞご自由に書いてください。美女と野獣エリア行ったことない。あのね、コロナ禍になってから一回だけ C 行っただけで、コロナ禍になってからっていうかちょっと収まってから、あのこの前の11月に C 行っただけで、その前とかランとか何も行ってないから。あ、目代わりのおすすめありませんか。だって9点ですか。今日も楽屋で9点の話題いっぱい出ましたよ。あのね、話題に上がってたのはクッションファンデのティルティルってやつ。私もめっちゃ気になってて、でもね、この前ね、これ買ったばっかりだから、そうだからね、一応クッションファンデは諦めたんですけど、ティルティルと話題に上がってたのは、あとマスカラのミルクタッチ、多分それは売り切れてると思うけど、それも話題に上がってた。ティルティルは小木さんが使ってていいって言ってました。だからみんなも、じゃあ買おうかなって。そう、めっちゃ楽しかった。今日みんなで目代わりの9点の話してるの。そう、9点っていうアプリ、サイト、アプリがあるんですけど、なんかね、いろんなメイク道具とかカラコンとか、あとは洋服とか食材とかも、あとスキンケア用品とかも売ってるんですけど、それが年にほんと数回ぐらいすごい目代わりっていうセールやるんですよ。そうで、今その期間なんですよ。だからもうね、みんなでね、メイクの話してて、やっぱメイクの話するの楽しい。私最近ね、すっごいメイク好きなの。好きっていうか、なんかくるみと岩かけるの時に、くるみと楽屋が隣でめっちゃメイクの話したんですよ。一緒にね、メイクの話しながらメイクしてたの、いつも。そしたらすっごいメイク好きになっちゃって。だけどね、やっぱ失敗したりすることもあるからね。そう、あ、ムードとロマンドで迷って、あ、ムード、ムードな、ムードっていうのかな、それおりんちゃんが使っててね、私もそれ気になってるのって話したの。めっちゃいいって聞きます。でも私もそれ気になる。でもティルティルのクッションファンデは、あ、買ったわ。あれ買ったっけ。忘れちゃった。でもね、パックは買いました。30枚で1000円いくらとかになるからめっちゃ安くて、あとシャンプーも気になってたやつ買いました。なんかね、1本1500円ぐらいするんですよ。シャンプー1本1500円、リンス、コンディショナーかもう1本1500円ぐらいするんだけど、シャンプー2個ついてて、じゃない、間違えた、シャンプー1個、コンディショナー1個で、トリートメントが2個ついてて2500円ぐらいなの。そうだからね、結構安い、セールで安くなるの。まあでもね、あんま無理しては買わない方がいいけど。そう、ごめんね、男性の方わかんないよね、メイクの話。メイクタッチじゃない、ミルクタッチいいっていうよね。気になります。こんばんは。お家帰ってきましたか、無事に。初リセットだったんですけど、彼女になりますか悩み、めちゃくちゃ可愛かったですだって。嬉しい、初リセットだったんですか、ありがとう。彼女になりますか、私も好きです。私は田中彼女になれますか、涼しい質問ですが聞かせてほしい、これからあなたの。アミさんとから来ました、ワンデイコンタクト大丈夫。ああ、そう、アミさんとコンタクトの話した今日。
え、もう50分ね、時間経ったの早っ。え、私もシャンプーとパック買ったらって、え、すごい。シャンプーはね、ミランセンみたいな、めっちゃさ韓国のシャンプーでバズってたやつ、この前ドン・キホーテで買おうとしたんですけど、結局違うウルリスの方のシャンプー買って、でも今回この前シャンプー買ったのにさ、そっち買っちゃったの。でもこれは安いと思って、だって普通1本1500円ずつするのがさ、実質まあ4つついてさ2000いくらなんですよ。かねえ、使うものだからさ、買っといて損はないと思って。あー、イエーイ、みんなスクショ、あー消えたありがとう、これなんかのやつ。あ、ミジャンセンのオイル使ってる、ほんと有名だよね、やっぱ。あ、違うシャンプーだった、アイラブカナティ余命です。なんだろう、相変わらず可愛いな、チキショーだね何それ彼女になってほしい、やだ。リベンジしようかな、うん、大丈夫よ。なんかずれちゃうらしいね、ずれちゃうんだよね。ありがとう、たまありがとうね。自分は今日でリセット公演6回目、6回も、あー終わっちゃった、鼻水出てきた、お腹見たい、よいしょ。カンペ、あ、カンペ切り取れたね。あ、鼻水か、苦しいよ、花粉か、やだ可愛い可愛い可愛い、ありがとうありがとうありがとう。鼻が枯れちゃった、なんか出たとはあ、画面に花粉症。なんかね、私年中無休、鼻水出るんですよ。なんだと思いますかこれ。でも今日花粉やばいけど、あ、やっぱ今日は特別やばいのかなね。でも花粉が来たってことは冬も終わりかな、暖かくなったもんね。今日だってさ、アウター着るかめっちゃ迷ったんですよ。まあ結果来てよかったんですけど、よし、スクショタイムとかもあるからそろそろにする。よいしょ、見てこんな可愛い、え、これさ、下なんか現在地とか出ないよね、出ないよね、びっくりしたわ、もうやめてよ、出ないよね。3月1日火曜日時間、オッケー、もうやめてよ。ねえねえ、たまたまらんくないですか、なん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 これ、スクショ、はい、あ汚いなはい、チーズ、かわいい、もうあ、確かにリングライトが、はい、チーズ、撮れた、かわいいでしょ。よし、みんなスクショタイムだ。顔面偏差値高い、それね。本当に。
なんかやってほしいポーズあったら送ってください。その間にギフト読んでます。としのりさん、なっちゃん、愛知のいちごさん、 TG さん、わたるさん、ゆひさん、ペンギンヒップさん、よしこちゃん、ちゃんレタスさん、パタパタたかひろさん、高野守護神さん、ゆかりちゃん、だがことあるさん、ロンさん、ありがとうございます。そしてギフト更新されてますが、あのくださった皆さんありがとうございました。彼女になりますかな、ポーズ。春らしいポーズ、あ、今日したやつ、今日ね、春のポーズお話しました。お花、犬、あっ、毒蜘蛛。笑顔。桜の花びら食べてるポーズ。久々来たけどやっぱり可愛いな、チキショー。じゃあ毎回来てね。レシピの日もあるけど、あ、時間やばい、あ、本当だ、59分だ。待って、ランキングやばいやばい。ちょっとじゃあ1位から読んでいくね。1位陽一さん、2位 HK さん、3位パタパタ高弘さん、4位よしこちゃん、5位愛知のいちごさん、6位チャンレタスさん、7位高野守護神さん、8位ゆいひさん、9位ゆうすけさん、10位ペンギンヒップさん、11位 TG さん、12位わたるさん、13位カモンさんです。ありがとうございます。なんかこんなポーズもしとく。あ、お団子見えてなきゃね。お団子も、皆さん見てくれてありがとうございました。公演来てくれた方も本当にありがとうございます。たくさんうちわとかグッズ見えて本当に嬉しかった。